幾人もの患者に出会い、幾度もの手術を施してきた。その患者のほとんどはカルテの1ページとして記憶の底に沈められていく。だが時として、ピノコか、また勝手に携帯をカバンの中に。どうした？助けて。ピノコ！ユリア様！ユリア様！ピノコ！疑うほどに信じる前に、その前に、失うほどに求める前に、さよならを。このままずっと笑顔を見つめていたいだけさ。記憶という遥か悩みの向こうに、まだ今日はなく、まして昨日には遠く、だけさ Just be one of sunlight。 人に名前を尋ねられたら、旅人と、たったそれだけ答えてほしい、それだけを。行方も告げず別れの言葉も残さないで、どこかへ消えてしまっただけの人と。寂しくはない、知っているから、最後はいつも一人と。だから心を落としてここにたどり着く、だけさ Just be one of sunlight。 旅立ちは今漆黒の時、遥か悩みの向こうに、寂しくはない、知っているから、最後はいつも一人と。旅立ちは今漆黒の時、遥か悩みの向こうに、寂しくはない、知っているから。最新設備のある病院で精密検査をしても、ピノコの体に異常は見られなかった。16時45分、ピノコの容体は落ち着き、何事もなかったかのように眠りについた。しかし検査結果で異常がなくとも、ピノコの体を襲った発作は本物であった。その症状はまるで心筋梗塞の発作に酷似していた。
先生、先生の患者が。みんな、よっつも悪くないって言ってるんやな。先生呼んでたい、先生。お腹中いた。これは。もうお腹ペコペコだったんやかや。あ、うん、レイマ、こんなディナーを食べられるならたまには病気もいいかもね。本当にもうなんともないのか。うん、なんか急にドクンってきてキュッてなって、でも全然平気。誰、誰かいるの。ユリエ様。舞を。え？鷹を、笛を、稽古をするわ。舞の稽古を。え、ユリエ様。無駄よ。誰にも直せない。8時5分。原因不明の発作が再びピノコを襲った。先生、頑張ってお仕事してゆかや。コーヒーも。鎮静剤だ。これで落ち着く。何としても原因を突き止めなければならない。最初の発作からこれで5度目、症状は全て同じであった。そして検査データをいくら分析しても医学的な異常はどこにも見ることはできない。ピノコ、一体お前の体の中で何が起きているんだ。そう、ピノコが私の前に現れたのはこんな冷たい雨の夜だった。10年。静かにしてもらおうか。病人が眠っているんだね。何度も電話しました。先生に、先生にしか助けられない感じがいるんです。帰ってくれ。今は仕事を受けられない。先生しかいないんです。ユリエ様を救うことができるのは。10年前、奇形の王子から救ってくれたあの時と同じように消えないんです。腫瘍が消えないんです。切っても切っても体中にどんどん腫瘍が増えていくんです。お願いします、どうか助けてください。私はユリエ様のもとに戻らねばなりません。先生、お待ち申し上げております。私にとって忘れることができない患者の一人。カルテナンバー427。捨ててください。3日後、私はピノコを連れて患者のもとへ向かった。この依頼を受けたのは単に高尾という男の言葉にほだされたからではない。高尾が持ってきたカルテには発作と鎮静の詳細な時刻、そして注目すべき事実が記されていた。だが、私の決心を後押ししたのは。
ピノコ、どうした？助けてあげて。お姉ちゃんを助けてあげて。ピノコのこの言葉だった。西エンテラ？あっちもこっちも。なんで西エンテラばかり？西園寺と読みます。何しろこの土地は西園寺流発祥の地ですから。西園寺、全国に10万人の会員を持つ日本でも最大の舞の流派、そして銀行、病院、商業施設を持つ西園寺グループの中核でもある。その力は政財界にも大きな影響力を持つと言われている。この旅館街は西園寺の里って呼ばれてます。今は静かですが、冬の式年祭ともなれば人であふれかえって、そりゃ賑やかですよ。あれが西園寺流のホールと宿舎です。この辺りはもう西園寺家の敷地です。ブラックジャック先生、よくぞよくぞお越しくださいました。わあ、イケメンだね。あたしピノからよ。患者に会わせてもらおうか。それと診察の間この子を頼む。約束したはずだ。1. 先生の言うことは聞くこと。 2. 勝手に出歩かないこと。 3. 患者ちゃんには会わないこと。にゃにょろ。それではピノコさんを客前。かしこまりました。カルテを見る限り患者は退院できる状態ではなかったはずだが。はい、こちらでございます。ようこそおいでくださいました、ブラックジャック先生。私、西園寺流宗家家元、西園寺百合恵でございます。にゃーん、退屈なのね。ちょっとだけよ。高尾が何と言ったのか知りませんが、仕事を依頼する前に条件が一つ。命を助けてほしいなどというつもりはございません。2ヶ月後、冬の式年祭で舞えるようにしていただけるだけでいいのです。ユリエ様、それ以上のことは望みません。引き受けてもらえますか、ブラックジャック先生。1億、報酬は1億円。あんたなら可能だろう。わかりました。それでお願いいたします。では高尾。はい。時間です、支度を。ほえー、ひどいお屋敷なのよさ。あれ、いつもあのような稽古？はい。患者の状態を見れば、それが自殺行為に等しいというのはわかるはずだ。すべては白鷺天章を舞うためでございます。西園寺家が執り行わせていただきます式年祭、世に平安をもたらすと言われ、10年に一度だけ国の要人を迎え行う重要な神事。
そこで西園寺流家元が舞う儀式、白鷺天章を舞うために、すべてはその日のために。舞えなくなったらどうするつもりだ。まだまだ白鷺は飛び立てない。ブラックジャック先生、あなたは私が舞えるようにしてくださればいいのです。私が白鷺天章を舞えるように。先生のお部屋はご用意させていただきました。悪いが里まで車を頼む。そこで宿を探す。どうやら私の考えは間違っていなかったようだ。明らかに西園寺ユリエとピノコの発作は同期している。発作から鎮静に至る時間、心拍数や血圧など身体的な数値の一致、医学的には馬鹿げた仮説だが、私は今確信していた。なぜなら二人は同じ一人の人間だったからだ。そう、こんな強い雨の夜だった。正確に言うのであれば、ユリエとピノコが私の前に現れたのは。もうブラックジャック先生のお力を頼るしかありません。無免許でも腕は確かだと聞きました。何人もの医師が何もできずに逃げていきました。先生はどうですか？私の中の異物を取り出すことができますか？金さえもらえればね。では約束です。必ず取り除いてください、この忌まわしい脳腫を。奇形脳腫、本来なら双子で生まれるはずだったものが、一方の胎児の体の一部だけがもう一方の胎児の体の中に包まれたまま生まれてくることがある。だがこの患者の脳腫の場合、人間として必要な器官が全て揃っていた。さらにこの脳腫には多くの医師たちを遠ざけるある力が存在していた。何？切るな！突然何者かの力が私に激しく抵抗してきた。切るな！なるほど、お前は切られるのが嫌か。そうか、そうなのか。お前自身に生きたいという意志があるのなら、私が生かしてやる。手術は成功だ。そうですか。切除したあんたの妹になるはずだったもの、会ってみるかい？捨ててください。夜半にかけて雨は雪に変わった。私は培養液の中で息づいているかけらを一つずつ取り出し紡いでいく。そして新しい命が誕生した。ピノコを旅館に残し、
私は西園寺百合の診察に向かった。邸内にはすでに最新の医療機器を揃えた手術室、そして簡易なものではあるが研究室まで用意されていた。またあなたにお会いするとは。足りないものがあればご連絡を。私は病院に常駐しておりますので何なりと。患者のデータを分析すると、オペで悪性腫瘍を摘出した3日後には別の場所に新たな腫瘍が再発していた。世界有数の名だたる医師が執刀し、オペそのものは完璧なまでに成功しているにもかかわらず。腫瘍学または免疫学など多方面からの原因究明に当たっているものの、解明へのヒントさえ見つからない。ほら、やられちゃったじゃないの。今も恐ろしいほどのスピードで次々と新しい腫瘍ができつつある。患者の体の中で何が起こっているのか、一刻も早くそれを突き止めねば。どうした、具合でも悪いのか。体育中、体育中、体育中、にゃにゃにゃ。約束を忘れたか。だってだって、先生は毎晩遅くまで仕事してるし、ピノコは何にもやることないし、まゆで県大使の夫婦にゃにゃにゃ。朝飯食ったら散歩に行くか。はぁ、やった。こんなこともあようかと旅館のおっちゃんに車を借りときました。でねでね、あ、チョコミギルチュでね、山の中に石でできた道があって、ずっと降りて行くと、わー、なんだかこの場所、なんでだろう、すごく懐かしいの。お化けじゃないわよ、小山の松之丞。おかま。お山、役者の女方のことよ。あんたたち観光、残念だけど神事が近づいてるから参拝は禁止よ。やば、この寒空の下参拝とは関心な。中で甘酒でもいかがかな。そこの隠れている山菜採りの御人も一緒に来るがよい。この白鷺神社は古くから西園寺家と強い結びつきがありましてな。ご覧になられた湖の神楽舞台もこの度の神事で西園寺流家元が舞を舞うためのもの。こちらをご覧ください。この土地には白鷺に化けた天女が舞い降りてきたという伝説がありまして。そう、その天女が人間の男とできちゃって双子を産んだんだけど、その片方が人間に殺されて天に戻れなくなっちゃったんですって。死んだ子供の魂と天女を巡り合わせ天に返す、これが神事、白鷺天正の前の儀式ってわけ。でも違う話もあってさ、殺されたこの呪いで西園寺の双子の片方は育たない。ほれ、松之丞ってあの宮司さんの子供だったの。そう、感動同然で神社から飛び出して役者を目指したのが運の尽き、中津飛ばずの土佐回り。あ、そこよそこ、今じゃ故郷に戻ってスナックの雇われママ。サンキュー、助かったわ。よかったら今度寄ってってね。
もういっぱいサービスしちゃうわよ。めっちゃね。西園寺の双子。家元、お病気ですって。かなり悪いという噂よ。はい、そこまで。次は討ち入れてからやってみましょう。じゃあ次期家元は緑様に決まりね。ゆりえ様に劣らぬ前の名手ですもの。それに緑様のお父様は立花様、裏でいろいろ画策してるらしいわ。まあ失礼いたします。また召し上がらなかったのですか。今日の稽古はどうでしたか。はい、緑様が滞りなく。そう、そろそろ時間ですか。ゆりえ様、着物は菊の留め袖を用意させてください。緑様の最近のご活躍、立花様も鼻が高いでしょ。いや お待たせいたしました。理事会を始めましょう。本日の議題です。お待ちください。理事会を始める前に家元にご確認したいことがございます。失礼ながらお体の具合がよろしくないご様子。また噂では怪しげな医者を邸内に入れ治療をしているとか。そのような状態で神事白鷺天章を舞うことができますでしょうか。なんという家元に対しての暴言。いえ、言わせていただきます。ご存知の通り、神事白鷺天章を舞うことで我が西園寺流は国から特別な扱いを受け、また政財界からの多くの支援者を得ることができているのです。万が一にも神事が中止になれば西園寺家の権威は失墜しますぞ。では立花様はどうしろと。まあまあ、それを考えるのが我ら理事の責任というものです。わかりました。万が一のことを考え、緑に白鷺天章の舞を伝承いたしましょう。娘の緑に一子相伝の舞を。しかし神事の舞は西園寺流家元が舞う取り決め。わかっています。私が白鷺天章を舞えぬ時は家元の座を降りる時。緑を呼んでください。今から稽古をつけます。緑、これより白鷺天章を伝承します。今から私が舞ってみせます。しっかりと目に焼き付けるのです。はい、拝見させていただきます。高尾、笛を。はい。これが白鷺天章の舞です。精進するように。力を見せつけたということか。なぜそこまで無理をする。あなたにはわからない。白鷺天章は私が。
こにいるの？うん、いるよ。ここにいるよ、私はここに。そこにいてね、ずっといてね。何日食べていない。カロリー輸液は行っているが、体力の低下が著しい。このままでは栄養失調で舞うどころか命を落とすことになるぞ。命より家元の地位がなお大切か。私は白鷺天将を舞うことができるのですか。どうなの、ブラックジャック先生、答えて。白鷺を天に戻すの約束したの。双子の呪いから私たちは解き放たれるの。確かに家元の舞は見事だ。だが緑、お前も西園寺の血を引く者、必ず白鷺天将を待ってみせるのだ。どうぞ。平安時代より書き記されてきた西園寺家の系譜図でございます。これは、この前話した双子の伝説？確か神社の祠に古書が保管されてるって聞いたことが。ああ、でも神事が終わるまで神殿には入れないわよ。まあいいわ、あんたには借りがあるし。感動同然でここを飛び出しちゃったから、なんか親父に会うのがね。でもたまにお店で出す山菜なんかを取りに来ちゃったりして。こっちよ。あれよ、あれ、あれが本殿。でも入れるの？実はね、こっそり入れるとこがあんのよ。バカモン！お、親父！お前というやつは。そうでしたか、ユリエお嬢様のお医者様でしたか。さあどうぞお入りください。ここが神事の行われる本殿です。ユリエお嬢様の手助けになるのでしたら、お尋ねの書物、これでは西園寺家の始祖についての古書です。白鷺伝説との関係がわかるはずです。西園寺家の歴史は、去る高貴な血を引く姫君から始まります。その姫君は武士たちの争いに巻き込まれ、都を追われ、命からがらこの土地まで逃げ延びて、人里離れた山あいの神社にたどり着いたんです。天から舞い降りた白鷺に姿を変えた天女、それは都から来た高貴な身分の者という意味だったのでしょう。やがて姫君は友の者と結ばれ身ごもりました。しかし運悪く追手に見つかり、友の者は殺され、姫君は高貴な身分ゆえ死罪を免れましたが、後の憂いを払うため、お腹の子は誕生と同時に殺すように命が下ったのです。ところが幸か不幸か、姫君からは双子が生まれました。当時双子が生まれるのは稀有なこと。一人を差し出せばもう一人の赤子は助けるというご慈悲がかかり、姫君は殺される赤子を選ぶという過酷な運命にさらされたのです。姫君は赤子を選びました。しかしそれは、自らが赤子を抱いて共に命の火を湖へ沈めてしまうという決断だったのです。そして生き残ったもう一人の赤子が西園寺の始祖となるのです。それ以降、幾度となく西園寺家で双子が生まれては、片方が5年と経たずに天に召され、それを赤子の呪いと信じるようになったのです。信じ、白鷺天将の舞は西園寺家にとって赤子の呪いを解こうとする祈りの儀式なのです。先生、呪い。一人しか残れない運命を背負った双子、西園寺家が逃れることのできない運命。呪いなどに興味はないが、ごく稀に双子が生まれやすい家系がある。
西園寺家がその一つだ。しかもどの双子も例外なく片割れの赤ん坊が数年で亡くなっている。ユリエとピノコも本来双子として生まれるはずだった。しかしピノコが奇形脳死として生まれたことでその運命から逃れられたとしたら、そう、理由があるはずだ。双子の片方だけが死ぬ理由が、そしてそれが患者の病気を治す手がかりとなるはず。高尾、笛を。はい。ユリエの容体は日に日に悪化を続け、欠かすことのなかった稽古も。ユリエ様、許される状態ではなくなっていた。ピノコ、今夜も帰れそうにない。はいはい、心配ご無用。今夜も松菜ちゃんのお店でホステスやってるのでさ。先生も頑張っ。ピノコ、やだ、ピノコちゃん、ピノコちゃん、ピノコ。お姉ちゃんを助けて。湖の。湖？大丈夫、私はまだ参る。ピノコちゃん、はい、ピノコちゃん、しっかり。あなたとの約束、白鷺を飛び立たせる、天へ返してあげるの。そうすれば私たちはきっと。ブラックジャック先生、約束したのです。あのこと、私の中のもう一人のあのこと、ずっと一人ぼっちだったあの子に会うまでは。泣かないで。誰？泣かないで。あなた誰？私は私。私？そう、私。あの子がいてくれたから私はいた。白鷺が飛ぶと呪いが消える？うん、きっと消える。じゃあ飛んで、お姉ちゃんが白鷺になって飛んで。うん、飛ぶ、私が飛ぶ。でも時はいつまでも許してはくれなかった。脳死はどんどん大きくなって、ある日私は、このまま一緒にはいられない。伝説ではお姫様は赤子と一緒にこの湖に身を投じた。ねえ答えて、私はどうすればいいの？あなたといつまでも一緒にいたい。答えて、お願い。白鷺を飛ばして天へ戻してあげて。約束よ。じゃあね、お姉ちゃん。私は白鷺天将を舞うためにあの子を切り離した。捨ててください。
けがえのない私の大切な妹だった。それを生きている。え、あの子は生きている。生きている。彼女は君のことを覚えていない。だが君を助けてくれと私に頼んだ。だから君も生きるんだ。生きて約束を果たせ。屋敷にユリエ様と先生がいらっしゃらないので、もしやと思い。先生、ユリエ様は？チアノーゼがひどい。脈も触れない。先生、どうかユリエ様を、ユリエ様を助けてください。サチュレーション 80% 切っています。心室細動で血圧測定ができません。残念だが今は見守るしか手がない。オペだ。なんですと。こんな状態で無茶です。腫瘍全8箇所摘出後、生体肝移植を行う。なお患者の体力を考慮して全ての術式を60分以内で完了させる。バカな。通常ならば6時間はかかる大手術だ。患者の体力がとても持ちません。それに肝移植とは一体。15分後にオペを開始する。急げ。執刀は私だ。確かに危険な賭けだった。すでにユリエの体力はオペに耐えられないほどまでに衰弱していた。それでもなお今すぐに腫瘍を摘出しない限り、ユリエの命の火が消えゆくことは確実であった。そしてその瞬間、ピノコの命が途絶えることも。クーパー、ペン。双子の呪い。私はある仮説を立てた。双子特有の現象キメラ、それは母親の胎盤を通じて双子の組織が混ざり合い特殊物質を作る。その物質がユリエの体の中で特殊抗体となって自らの体に攻撃をしていたのではと。もしユリエとピノコが双子として誕生していたのであれば、ユリエは特殊抗体の影響によっておそらく幼い頃亡くなっていた。全身を摘出。時間は32分経過です。よし、続いて肝移植を行う。はい。なんて速さだ。信じられん。しかしユリエの体の中にはピノコという奇形脳死が存在した。おそらくピノコにだけはその特殊抗体は適合したのであろう。すなわち奇形脳死が抗体の攻撃からユリエを守っていた。だとすればユリエを治す唯一の方法、それはピノコの体の一部をユリエの体の中に戻すことだ。術式終了。時間59分42秒。バイタル安定値に戻りました。素晴らしい。やはり白鷺天将はユリエ様にしか舞えない。ブラックジャック先生、あの夜おっしゃったことは本当なのですか？あの子が生きているって。ああ。どこにいるのですか？
聞いてどうする。それは。らしくない。あんたらしくない。すでに二人は違う世界を歩いている。それはこれからもだ。どこ行っちゃったんだろう。待って、あなたは。あたちピノコ、チェンチェンの奥探検スーパー看護師なのよさ。ああ、あなたチェンチェンの患者ちゃんね。元気になってよかったね。また何かあったらチェンチェンに連絡してくだちゃい。じゃあね、お姉ちゃん。見せずガラス